その門は支えている者の力を読み取り、ギリギリ耐えうる重さで重圧をかける。一人でも力を抜けばペシャンといきますよ。ペシャンとね。一人が裏切って逃げようとすれば、残りの者は全て潰されますし、お互いを信頼し合いながら力尽きて全員死ぬのも良いでしょう。裏切り者だけがこの城に入る資格があるのです。選択はあなた方の自由です。おい、分かってんだ。裏切ったらただじゃおかねえぞ。しかしこうやっていても力尽きて殲滅するだけ。なんだと。やめろ。争ってる場合じゃねえの。あのレバーを戻さねえと。壁にあるあのレバーを引き上げてくれ。この中で一番素早いのはキレ、おめえだ。バカ野郎。恨めし、血迷ったのか。お前が行け。俺は存在行けしかねえ。そこの潰れた顔の奴の言う通りだぞ。潰れたって誰がだ。こら、俺なんかを信用していいのか。俺はお前を倒そうとした男だ。そのままずらかるかもしれないぜ。俺を倒すなら直接やるさ。おめえは全霊気を放出すれば、短い間だったらおめえの分も支えられる。言ってくれ、ヒレ。任せたて、おりゃ。はありませんよ。あなたは私に案内されるまま彼らを置いて城の中に入ればよいのです。あなたほどの犯罪者なら寄生獣の方々に喜んで仲間に入れてくださるはずよ。どうです、一緒に人間界を乗っ取りましょうよ。てめえ、こらてめえ、裏虫が信頼して任せたのに、それ裏切る気じゃ。こら、なんだその笑いは。男と甘い奴らだぜ。貴様、そう、それでよいのです。あなたほどの方が、あんなくだらない奴らと一緒に死ぬことがありませんよ。さあ、ご案内いたしましょう。ああ、こちらです。俺を撫でる。恋をするなら今のうちだとな。大丈夫か、ウラムシ。血管がぶっちぎれるかと思ったぜ。助かったぜ、ヒエ。サンキュー。ヒヤヒヤ立てやがったよ。役者だな、おい。けど性格が悪いのは変わってねえみてえだな。別に貴様らを助けたわけじゃない。勘違いするな。やろう。頭数がいた方が奴らを倒しやすいのは俺も同じだからな。彼流の礼のつもりなんだ。気にしないで。あ、ち、なんであの野郎は。裏切りの門を突破した。いかがなさいます、スザク様。少しは楽しめるということだ。誰か遊んできてやる。ヒエ、俺たちに命を許しろだ。小崎、
俺が行って引き裂いてくれるわ。待ってくれ。ここは城の最下層を仕切るこの玄武に任せてもらおう。すぐに4つの死体をここに持ってきて霊界への見せしめに尽くしてみせてやる。なんだそれ。妖魔街に来るときボタンが渡してくれたんだ。ユウスケ、こちら人間界のボタン、どうぞ。あ、どう。はい、ボタン、じゃーん。男クワバラ、弱気を助け強気をくじく、恨めしをしっかり守ってやっておりやす。それを聞いて安心したわ。こっちも今んとこ混乱は起きてないよ。魔界中ってやつは陰湿な心の人間にしか寄生しないからね。きっとそういう人間が少なくて寄生できずにいるんだよ。そうだといいがな。気をつけろよ。うん。それとまた一匹妖魔街の雑魚妖怪捕まえたわ。おい後ろ。大丈夫い。弱いから。それより魔界中の方がずっと厄介だよ。今日一日中探し回って見つけたのはまだ15匹だよ。数千匹の中の15匹か。焼け石に水だな。それに寄生しちまったら人間を相手にしなくちゃいけないだろ。こうはいかないよ。わかった。一刻も早く虫部を奪って壊すぜ。無理しないでね。以上連絡終わります。さあ一匹目け。はっ、霊界殺虫剤の威力見たか。ご閻魔様、確かにあったはずじゃが。ご閻魔様、今連絡が入りまして、ニュースケたちは裏切りの門を越えたようです。おお、そうかそうか。ご閻魔様、一体何をやってるんです。寄生獣とはどんな奴らだったかなと資料を探しとるんじゃ。それじゃあ敵の正体も知らないでボタンさんやユースケたちに命令を出したんですか。そうじゃ。無責任。そりゃひどい。あんまりです。しょうがないだろ。んなこと言ったって奴らしか頼むのはいないんだから。それとも何か代わりにお前が行くか。いやそうもない。じゃあ一緒に探してくれ。お前はあっちだ。はい。本当にどんな奴らだったっけかな。クラマー、ところで寄生獣ってどんな奴らなんだ。相手の力とか技とか慌ててて何も聞いてこなかったんだ。そんなのは俺たちも知らないさ。え、霊界が彼らを魔界に封じ込めていることからも相当危険な連中だってことはわかるけど。それだけか。かなり人間離れしてるはずだからびっくりするかもね。お褒めの言葉ありがとうよ。なんだなんだ。お前たちはここで終わりだ。ここか。全員で行くのは危険だ。それに義兄ばかりにいい格好させるわけにもいかないしな。
だろ。おい、無茶だぜクラマ。それより何とか隙を見て上に進んだ方が。貴様はクラマの強さを知らんからな。なぜ俺が奴と組んだか教えてやる。敵に回したくないから。自分に危害を加えようとする者に対する圧倒的な冷徹さは俺以上だぜ。どう見ても強そうには見えねえけどな。さあ、どこからでもどうぞ。変じゃねえか。何？クラマ！俺は岩と一体になって移動することができるのだ。岩を通せば尻尾だけの移動などあんなでしまいよ。なんて化け物だ。つまりこの部屋全体が俺自身なのだ。貴様に逃げる術はない。クラマ、大丈夫か。やべえんじゃねえか。心配はいらない。カスリキスだ。不意を使って多少驚いたわ。強がりもいつまで言っていられるかな。これからが本番だぜ。今度は体全部が床の中に。一体どうなってるんだ。完全に隠れやがった。これじゃどっから来るかわからねえぞ。どこ行きやがった。逃げてばかりでは勝てんぞ。確かに貴様の言う通りだ。しようってのか。もちろんただのバラじゃない。おーすごい。部屋中バラの香りが。キザな野郎でエグランが喋りやがって。わばら、おめえは自分よりかっこいいやつはみんな綺麗なんだな。バラせ。美しい。クラマにこんな技があったとは。どんな匂いなんでしょうか。バカ、どこから攻撃するかわからない相手に口などくまつよりがあると思うか。そう思うならば、どこからでもどうぞ。面白い。一撃でズタズタにしてくれるわ。鉄を切り裂く研ぎ澄まされた刃だ。カゴン熱ダンス。
匂いさ。バラの香りで現れたこの部屋で、お前の容器はひどく匂う。やったぜ、一撃でやられたのは玄武の方だ。何やだやろ、まるで弱気じゃねえか。バカ、クラマだからこそ簡単に倒したように見えるんだ。お前だったら最初の一撃で死んでいる。てめえ、いちいち感じ触る野郎だな。えいいか、俺様はな、玄海師範の後継者大会で堂々第3位の実力の持ち主だ。バカ、何よ。ほらおめえら、いい加減にしねえとまとめるぞ。とにかく酒を急ごうぜ。どうやらまだのようだ。え？うわ！無駄だ。いくら切っても俺は倒せん。あの野郎、切っても元に戻りやがった。不死身か。元に戻るどころか、こっちから飛んで釣ることもできるぞ。このようにな。暗い爆裂弾層だ。カゴン裂弾。やったぜ、今度は粉々だ。ハハハハ、無駄だというのが分からんのか。あれでもダメなのか。遊びは終わりだ。死ねえ、爆裂感想だ。また来るぜ。クラマ、どうした。何をするつもりだ。バラバラになった体を元に戻す司令塔の役目をする岩ですね。逆に俺の目から隠していたが、パワーを出すときに光るのは見逃さなかった。隠そうとするものを見つけるのは得意なんだ。本業は盗賊だからね。待って、それを捨てるな。やめてくれ。断る。クラマにこれほどの深手を負わせるとは。ユースケ、すまんな。なーに、あとは俺たちに任しとけって。うん、次は俺がやったる。クラマの活躍により玄武は倒した。しかしまだこれは死生獣のうちの一匹でしかない。ユースケたちの前にはいかなる妖怪が待ち受けているのか。面白い。次は俺の相手。